はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつもですね、動画を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今日もですね、まあ、フリートークという形でやっていきたいなと思うんですけども、今日はね、僕も仕事終わったんで、今からですね、このレターパックをですね、こういう形でちょっと住所書いてるんで見せれないんですけども、こういう形でね、レターパック、こちらが1本、こちらが3本ということで今仕上げました。仕上げてね、後ほど郵便局持っていくんですけども、その後にね、その前にね、ちょっとフリートークっていう形でちょっとね、したいなと思うんですけども、僕も結構質問いただくんですよ。施術の時にもいただいたりするんですけども、やっぱ人って変われますよねって話なんですね。で、僕も、まあ、サラリーマンを16年ぐらいしてて、今整体治療家になって、今11年目になるんですけども、人って本当変われるなって自分で体感してるんですよね。で、やはりこう遺伝であったりとか性格の考え方とかは親の教育を受けて、そのままの延長線に行くんですけども、それでもね、変われるんですよ。それなぜかというとですね、その周りの友達だったり周りの人脈でですね、人って変われるんですよね。で、つくづく僕はそれを実感してるわけなんですけども、僕自身ね、変われるところで分かりやすく言うと、まあ、治療っていうかセルフケアのお話でいくとですね、僕交通事故してるんですよ、19歳の時に。だから今からね、30年ぐらい前なんですけども、車にはねられたんですよね。で、車にはねられて、膝に、十字靭帯っていうのがあるんですけどね、前十字靭帯っていうのがあるんですけども、それが切れて人工靭帯っていうのを入れたりとか、神経が切れて腓骨神経っていうふくらはぎの横にある筋肉神経なんですけども、それが切れて、それを縫い合わせたりとか、右膝がね、その時同じ事故で半月板がもうちぎれちゃったとかですね、いろんなその手術をしてます。で、まあこれね、先日撮った動画にも載せてるんですけど、僕膝のカサカサっていうのをね、動画で配信したんですけども、その時にも傷跡がちょっと見えてると思うんですけども、そういう形で僕膝をもうバキバキにね、メス入れてるんですよ。で、その時にね、メス入れた時にすごい傷跡がひどかったんですよ。やっぱり手術した後って赤くなるし、めちゃめちゃ嫌やったから一生懸命日焼けしてごまかそうみたいな感じでした時もあったんですよね。で、その時はすごいこう車の跳ねた人、いえば加害者ですよね、に対してすごいもう嫌悪感というか、嫌悪感というか、もうなんていう言葉ですか、こう恨みっていうんですか、すごいあったんですよね。もう悔しくて、なんでこんなの俺が19歳で、1年も2年も入院しないといけないんだみたいな感じで、すっごい腹が立ってた時期があったんですよね。で、まあまあ、そのまま手術して、退院して2年経ってサラリーマンになった時には、もうそんなことすら忘れてたんですけども、ふと思い出すんですよ、この頃になったら。この頃というかね、自分がこの治療家になった時っていうのはね。で、その時に思うのが、言い換えたらですよ、今現在を逆算していくと、あの事故って必然だったんだなと思ったんですよね。ここに僕がこの動画を配信するための引き金となってですね、19歳の時に交通事故になって、自分がメス入れて、自分が治って、こういう困ってると助けたいんだっていう感情になったっていうのは、その交通事故がなかったらそういう感情になれなかったのかなとかですね、いろんなことをこう考えてしまうわけなんですよ。で、僕が、そういうことを考えていくと、この動画でも結構いただく言葉が、こんな素晴らしい商品をですね、紹介していただいて本当に嬉しいです、作ってくれてありがとうとかですね、めちゃめちゃ嬉しい言葉をいただくんですよ。で、まあ、それもきっかけなのかなとかですね。で、もともとですね、僕がそのまま交通事故をしてなくて、車にはねられてなかったら今ここに立ってなくて、座ってなくて、テレビにも出てなくて、だから助けれる人、困ってる人に手を差し伸べることってなかったのかなって考えたら、なかったかもしれんなと思うわけなんですよね。違う形が違うのかなとか、いろんなことを考えちゃうわけなんですね。で、そういうことを考えると人ってめちゃめちゃ変われるんだなと思ったんですよ。で、僕も、まあ、事故をして、その人の痛みっていうのも分かるような、私その人を傷つけてしまったっていう気持ちも分かるし、その加害者っていう人の感情をね、すごいこう、何て言うんですかね、あ、こういうこと考えてたんかなとか、その思いやる気持ちっていうのも考えれるようになったし、今ここの治療家っていう立場になって
悩んでる人の立場も分かるし、僕の、治療科の先生っていう立場も分かるしみたいな感じでこう俯瞰して見れるんですよね。そしたらね、いろんな日常がね、もう常に勉強なんですよ。でそういうことを考えると、人ってどんな時にでも変われるんだなと思ったんですね。で、まあ、それのね、現れっていうのがですね、もう完全なる僕の YouTube のセルフケアなんですよね。でセルフケアをしていくことによって、例えばほうれい線で悩んでた方が、あのほうれい線が薄くなって、あのすごく自分の顔は、見るのが嬉しくなってきたとかですね、シミが薄くなってきて鏡を見るのが楽しくなったとかですね、メイクするときにこう無理やり隠してたものが、これであの隠すことの手間が省けてきたとかですね、そんなに厚塗りしなくて済んだとかですね、いろんなことを言われるっていうことを考えると、みんな変わっていってるやんと思ったんですよ。みんな変わっていってるっていうことは、いいように変わってるんだなと思ったんですね。逆にですね、スプレー使って、なんか悪なったっていうのは聞いたことがなくて、いつも言っているように、スプレー使うことによって血液の循環を上げることによってな、体にマイナスなことってないんですよね。だからプラスのことしか聞かないから、僕プラスのものを提供してるから、プラスのアンサーが返ってきて当たり前だと思ってるんですけども、それがすごいめちゃめちゃいいことだなっていうか、みんなが変わっていってるやんと思ったんですよ。で僕がこの1秒1秒もこれ変わってるんだなと思ったんですね。そう考えたら、なんか一日一日が面白いなと思っちゃったりするわけなんですね。ちょっと深い話かもしれない、分かりにくいかもしれないんですけども、なんかそんなことを感じながら、生活したり仕事したりしててですね、今ね結構コロナの時期でね、前回の動画でもやっぱりこの、適応障害の話もさせてもらったんですけども、悩んでる方って結構多いんですよね。結構楽観的に考えてる方の方が少ないのかなと。あとは、不安に考える方が多くて、楽観的に考える方が少なくて、何も考えてない方が多いと思うんですよ。別にどうでもいいや、無関心ですね。この無関心の人をなんとかね、なんとか感心させないといけない、この世の中と僕思っちゃってるんですよ。結構これ僕重要な問題だと思うんですよね。これは僕ですね、セルフケアの話と全く違うんですけども、何もかもに無関心、言われたことをそのままやるというですね、自分のその頭の中で考えない人が非常に多いと僕はすごい思うんですよ。言われた通りもうロボットかって思うぐらいのね、そういう方が非常に増えてるような気がしてしょうがないんですよ。だから無関心、興味がないっていう方々をいかに何をもって興味を持たせるのか、興味を持ってもらえるのかっていうのが僕のですね、一番のその一番のというか、そうですね、自分に、僕のお店に来てもらうとかも別になしにして、この生き方と考えたら、そこが僕大事かなと。関心を持つ、自分のことに関心を持つ、他人に関心を持つ、世の中に関心を持つということで、全てにね、こう関心を持っていただけた、いただけたら、もっと日本とか世の中ってこう明るく楽しくなるんじゃないかなと思うんですね。今は何か討論っていうか、もうこう言い合うっていうか、そういう何ですか、成長するための言い合う場がなくて、何かこう悪口を言って、ディスってみたいな世界だけなんです。一方的なんですよね。そこがね、なんかね、無関心の境地に入ってるのかなと思うんですよ。だから僕はですね、そういう世界じゃなくて、もう少し、みんながみんなを興味を持つような、社会になれば、いいのになと思ってます。で、変われる、そうなんですよ。人はみんな変われるんですよ。僕もサラリーマンの時で全然全く無関心だったんで、政治にも無関心、日本の国も無関心、自分さえ楽しければいいっていうね、サラリーマンの時恥ずかしいです、はい、自分の休みさえ確保できたらいいやみたいなね、そんななんか能天気なパリピな頭だったんですけども、やっぱり生き方が変わるとね、やっぱり考え方も変わるという、まさにそうだな。会う仲間が変わる、友達が変わることでこんなに人生が変わるんだなってつくづく思います。なので僕があなたにお伝えしたいのは、人はいつでも変われるし、会う友達を変えていくことによって人生の、道も変わるんだということですね。僕がですね、最近いただいた言葉で嬉しかったのは、このセルフケア、僕の YouTube に出会えて人生変わりましたという言葉がね、非常に嬉しかったんですよ。で、まあ、僕もね、すごいこうそういうこと言われて励みになってるんですけども、もっともっとね、そういう方々をね、増やしていきたいと思って頑張ってね、配信していきたいと思いますんで、またね、応援のほどよろしくお願いします。
はい、まあですね、今日もフリートークということで、やってきましたけども、またよかったらいいねのボタン、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ではね、また次回お会いしましょう。さようなら。